Hello, welcome to UK. Thank you. What sparked the idea to form Galhammer, and when, how did you come up with the name Galhammer? ヘルハマーのブートレックのデモを聞いて、それでトライアンブデスの曲を聞いて、こういう感じの生々しい音楽をやりたいなと思って、女の子だけで楽器をやったことがない人たちとやりたいなと思ってこうメンバーを探してた、And was it intentional to form Galhammer? From Galhammer starts to mix lots of different style of music, from crustpunk to black metal to doomy gloom, as opposed to have a strict genre limitation? もともと特にそのヘルハマーの生々しい感じを出したかったっていうのもあるけれども、アメビックスとかも好きで、こう3人が集まってみんな違うジャンルで集まってるから、別に特にこのジャンルをやろうっていうことで始めたわけじゃなくて、自然とミックスになった感じ。And do you have any memories of your recording sessions for the demos Galhammer and Endless Gnosis Day back in 2003? 最初のギャルハマーのデモ CDR は彼女がレコーディングをして、リサがレコーディングをしたんだけれども、こういつも使ってる練習スタジオで MTR を持ち込んで、何トラック8トラックとかね、なんかドラムはエアだけだったんだよね、確か。ドラムはエアだけ、うん、ドラムはエアだけで、なんかそういう感じで初めて自分たちで作って、最初は私はカセットテープで出したかったんだけど、いろんな人に聞いてほしいなっていうのがあって CDR にした、エンドレスは、そうエンドレスの時は3曲レコーディングしたんだけれども、2曲があまりうまくレコーディングができてなくて、差し替えでライブハウスで撮ったカセットの音源があったから、それを2曲入れて、1曲がスタジオで彼女がやっぱり一発撮りで撮ってくれたやつと、それとライブをミックスしてまた CDR で出した。私はあのデモにはとても思い入れがあって、やっぱり自分がレコーディングしたっていうのもあるんだけれども、自分がドラムを叩きながら自分のドラムをそのレコーディングする、でしかも、全員で一緒にレコーディングするっていうのが初めての経験だったので、私の家に2人来てまたこのガーン飲みながらそれ違うよそれ違うよみたいなのを何時間もやって、やっとこうできた曲なので、しかも1曲だけしかも1曲だけしかそれで完成しなかったけれども、すごく気に入ってる、今のギャルハマーのサウンドの、まあある意味原点だよね、一番最初に意見を出し合ったものでもあったので、固まりつつあったギャルハマーのサウンドのその一番起源になるものだと思ってる、私が一人で作ったわけでは決してないので、機械をいじったのは私だけれど、3人でサウンドを作ったのがあれが本当に初めてなので、And considering two-thirds of Galhammer only learned to play the instruments in the previous yearDid you find the studio experience for the recording of Gloomy Lights in 2004 daunting in any way? Was it easy to convey your visions to engineers, producers? でもそれは全く問題がなかったよね。もうなんか曲は全部できてたし、その時にこういうのを作りたいなっていうビジョンはあって、で基本的に
撮ったのがスタジオ、いつもの借りてるスタジオにまたハードディスクの MTR を持ち込んでマイクをセッティングしてみんなで一発撮りをしたから音は全部回っちゃってるんだけど、特にいつもの練習と変わらないから全然緊張もしなくてよく撮れてる。よく撮れてる私は一回、でもすごいへこんだよね。あ、でもなんか全体的にいつもの雰囲気がちゃんと出てていいと思う。でも楽しかったし、うん、楽しかったけど、初めて長い時間スタジオに入って、そうそう長い時間私は叩いたのでものすごい疲れてしまって。2日間とかでレコーディングしたのもないね、うん、レコーディングが終わった後にスタジオの近所の公園で夜中に3人でいいよそんなの、また乾杯ってやって自転車盗んで自転車を盗んで血まみれになったりとか逆走して虫に刺されたりとか楽しかったくだらないよね。まあいいや、みんなにもなんかしまう。 And Garama played lots of shows in Japan. Do you think you have an audience that understand what you do? What is it like to be in a band likeGarama in a country like Japan? 日本でとこっちの海外での受け止められ方は全然違うと思う。あ、でも日本の応援オーディエンスの方が私のやりたいことは多分分かって、私たちのやりたいことは分かってくれてると思う。特に日本でライブを生で見てる人たちは私たちがこういわゆる伝統的なブラックメタルではないっていうのはもう見て分かってくれてるから、こういろんな要素があるっていうのを分かってくれてるから、こうそういうライブにも誘ってもらってるし、一緒にいろんなバンドと一緒にやれてて、いろんな音楽を聴く人が見に来てくれるから、すごい日本は私たちにとってはすごいやりやすいし、すごい本当に日本にいたからこういうミックスな音楽ができたと思ってる。うん。And after you released Gloomy Lights in Japan, it was re-released in other countries. How's your music received by fans and media, both at home and abroad? Different? 多分ちょっと違うよね。なんか想像してたよりもすごい反応が大きくてびっくりした。Mm. And how did Galhama and Peaceville get together? Peaceville との契約は、まあ、Peaceville からこうオファーが来たんだけれども、その前にダークスローのノクターノカルトと、日本でブラックメタルの写真展をやった時に彼がゲストで来ていて、その写真展の主催者の人がこう、連絡を取ってくれ、彼が写真展に招待してくれて、でそこでダークスローのノクターノカルトと会って、彼がたまたま次の日ライブだったのでライブに来てくれて、それでカメラを撮ってピースビルに持って行ってくれて、それでピースビルから話が来た。